大河列は、中華民国の軍人。県軍の一派閥であるキリアズ・サハの有力指揮官。国民政府時代に紀州省を統治したが、中国共産党の調整阻止に失敗したことに橋を発し、ゲアに追い込まれた。字はつぐむ。幼い頃は、学問を収めたが、1914年より、紀州新軍に加入する。後に、州西成敗下となり、四川省。 奇襲省を転戦した。1922年6月、中国国民党に加入し、翌1923年、州西成が安志県軍を結成した頃に、王は旅町に昇格した。また、この時期には、州西成率いる霧安佐派内部で、軍、将、廃、洋の後継序列が定まる。1926年3月には、王家列は第二市市長に昇進した。 しかし、王は、切りやずさはないでも突出した軍港を重ねて、対等したにもかかわらず、州の議定である県に遅れをとる、後継序列となったため、このことに不満をあらわにした。これが原因で、王は州により一時罷免されてしまう。1927年春、王家列は復帰し、州にしなりと対立するりの迎撃などで軍港を上げた。1929年5月。 州が、雲南の竜雲に敗れて戦死する。序列第一位で、州の議定である、毛校省が奇襲省政府主席兼国民革命軍、第25軍軍長となると、王は、第25軍副軍長兼奇襲省政府委員になった。しかし王家列は、毛校省の指導不満に思い、次第にその地位を伺うようになった。1930年、王は、 証券編区総被指令に任せられ、中国共産党討伐に従事し、これにより、蒋介石や湖南小政府主席南下議から軍事費を受け取っている。省の側でも、家の不足不りの姿勢に不信感を抱いたため、王を支持して、これにさらなる支援を与えるようになった。1932年、王はクーデターを実行して、器へ進軍する。同年3月、 情勢不利富武は、ゲヤを宣言し、王が公認の小政府主席となった。それでも、猛う交渉は、王家、列のクーデターに不満を抱いていた、序列第四位の、なおく二歳ら他の切りやず指橋機関たちと結んで、王への反撃を開始する。十二月、今度は、王がゲヤに追い込まれ、なおが代理ではあるが、公認の小政府主席となる。しかし、家なおらは、 各式官同士で主導権争いを展開し、まとまりがなかった。王はそこをつく形で逆襲を開始し、翌年4月、なおから、小政府主席の地位を奪回している。しかし、王は奇襲省を統治する意欲に乏しく、終日主に溺れ政務を変えり見ようとしなかった。そのため、夫人の満宿カオ薫が代わりに政務に携わることになり、満氏一族の戦王を招くことになってしまう。 鈍感カ折りの王校にも王は何も手を打たず、将来各階層の不満は日に日に高まっていくばかりであった。1934年、皇軍が調整のため奇襲を通過しようとすると、王家列はこれを正面から迎撃しようとする。1935年2月、王は第二祖事軍第四渋滞式に任せられたが、皇軍の前に大敗を喫してしまう。は、 王の無能さに失望し、さらにこれを、奇襲軍閥解体の木と見たため、同年4月、王奇襲省政府主席と、第25軍軍長から、罷免、官職である軍事参議院中上参議に移した。公認の省政府主席には、国民政府中央から派遣されてきた、後忠信が就任し、大配下の軍勢も中央により直接解組された。ここに、奇襲軍伐は、 完全に消滅し、奇襲は国民政府中央により統治されることになったのである。王家列は南京市の陸軍大学高級班に送られ、そこで再学習することになる。1938年8月、一旦は第二十軍団副軍団長に復帰したものの、間もなく軍事委員会高級参議に祖先され、以後の官職に低迷した。中華人民共和国成立後、 王は大陸に留まる。西南軍政委員会委員、第1期から第3期の奇襲省、人民代表大会代表、中国人民政治協商会議奇襲省、副主席などを歴任した。1966年8月11日、清市で病没、去年74、ありがとうございます。